私は今代表からご紹介いただきました兵庫三区スマク垂水区の衆議院の予定候補者でございます。今日岡田代表は兵庫に入られ三田そして垂水スマそして今永田の町工場を見学されました。安倍政権の危うさそしてアベノミクスが庶民には全く関係ないこのことが分かりました。私たちがもっとしっかりしなければならない。もう一度国民に信頼される政党になるべく頑張ってまいりたいと思います。それでは民主党代表岡田克也でございます。皆さんこんにちは。民主党代表の岡田克也です。たくさんの皆様聞いていただきありがとうございます。長かった暑かった国会がようやく終わりました。この国会安倍さんと2回の党首討論そして何回も特別委員会で予算委員会で議論してきました。私が感じたことはあと3年この人が総理大臣やったらこの国は一体どこに行くんだろうかという大きな不安です。安全保障の論議をやりました。今までの歴代の自民党の総理が集団的自衛権の行使は憲法は認めていないそういう中でいきなり一内閣の判断でその解釈を変えてしまいました。多くの専門家が憲法学者や最高裁の長官経験者判事経験者あるいは内閣法制局の長官経験者違憲だあるいは違憲の疑いが濃いこういう中で安倍さんは最終的には強行的に法律を通してしまいました。皆さん国会審議ご覧いただいたと思います。衆議院も参議院もそれぞれ100回以上止まってるんですよ。国会で委員会審議が止まるっていうことはあまりないことです。それが衆議院も参議院も100回以上止まった。止めたのは委員長ですよ。あまりにも大臣や安倍総理の答弁が不十分だから審議を止めて答弁のやり直しを求めたわけです。自民党の委員長ですよ衆議院も参議院もそれでもそうせざるを得ないほどに不十分なお粗末な答弁が続いた。国民の8割の皆さんが政府の説明不十分だと答えられたのも当然ですよ。しかしそれでもやってしまった。70年前のあの戦争の反省に立って私たちは日本国憲法を持ちました。その9条自らを守るための武力行使は当然必要だ。日本が攻撃を受けたときはそれは自衛隊が命を懸けて国民の命を守る当然のことです。しかし日本自身が攻撃を受けていないときにわざわざ海外に出かけていって日本が武力行使をする集団的自衛権の行使はこれは認めない。これが国会の中で議論してきた確立された解釈でした。それを安倍さんは変えてしまった。残念ながら今日本自身が攻撃を受けていなくても自衛隊は海外に出かけていって一定の要件を満たせば武力行使できる国になってしまったんです。皆さんそんなこと合意されましたか？納得されましたか？それがないままに変わってしまいました。そしてもう一つ、憲法って一体何のためにあるんだ。憲法は権力者の権力行使をそこにタガをはめるためにあるんです。安倍さんの解釈ではどうも違うらしい。憲法は国民にタガをはめるためにあるとそう考えているとしか思えない。権力者が自分の都合のいいように解釈をどんどん変えていったら憲法って一体何のためにあるんですか？だから皆さん今回の国会を通して日本の憲法の平和主義そして立憲主義いずれも大きく揺らいでしまったんですよ。話はそこにとどまらないからさらに問題なんです。
安倍さんは先般の内閣改造の時に何て言いました？これからの3年間の任期、憲法改正、そのことを念頭に置いているということをはっきりと言われました。簡単ではないとは言われました。しかし状況は許せば憲法改正まで進む、それが安倍総理の考えていること。一番やりたいことは憲法9条の改正、集団的自衛権の行使、解釈で認めたけれども一定の限定はかかっている、それを限定なき集団的自衛権の行使にしよう、これが今自民党が発表している憲法改正草案の中身です。日本自身が攻撃を受けてなくても一定の限定もなく自衛隊が海外に出て行って同盟国と共に武力行使できる、これでは憲法9条の意味が全くなくなってしまいます。普通の国になるということです。これは本当に日本の大きな分かれ道です。70年前の戦争のその反省に立って海外における武力行使、これはやらないという、その基本的な考え方できた国が普通の国になって、いや海外でも場合によっては武力行使するんだ、そういう国になってしまう。皆さん、それが私たちの選択なんでしょうか？皆さんの選択なんでしょうか？少なくともそのための十分な議論はなされたんでしょうか？どうかここはしっかりとこの安倍内閣の安倍政権の暴走に歯止めをかけなければならないんです。そのためには私たち野党に、民主党に力をいただきたいと思います。もし次の参議院選挙で、来年の夏の参議院選挙で水岡さんをはじめ野党勢力、民主党にしっかり勝たせていただければ、私たちが与党を上回れば何が起こるか、今回の成立した法律に基づいて海外に自衛隊を出すというときに国会の承認が必要です。参議院は承認しない、こういうことになれば自衛隊を自由に出すことはできなくなります。今回の法律が動かなくなるわけです。そういう意味があります。そして政権交代、もう一度次の総選挙でしていただければ、横畑さんはじめ我々を勝たせていただければ、この違憲の部分は少なくとも白紙に戻す、そのことが実現できます。もう一回しっかり巻き戻していくために、私たち野党に力をいただきたいと思います。あまりにも巨大すぎる与党の中で自民党、公明党、この平和憲法を踏みにじるようなことを平気でやってしまう、普通ならできなかったことができてしまった。もっと与党と野党、しっかりと自民党、民主党、力が同じぐらいあって、そして場合によっては政権が変わりうる、そういう状態になれば、私は安倍政権だって好き放題はできないはずだと思いますよ。どうか皆さん、そのために私たちに力を与えていただきたいと思います。そしてもう一つ、皆さん、アベノミクス3年経ちます。何か変わりましたか？異次元の金融緩和やりました。当面円安が実現しました。しかし輸出の数量は増えていない。結局円で換算した利益は見かけ上増えていますけれども、輸出の数量が増えなければ国内の景気には関係ない。一部の企業の利益が上がって多少給料は上がるかもしれないけれども、多くの国民にとっては関係ない。むしろ輸入物価が上がって実質賃金が目減りしているというのはこの3年間じゃありませんか。そんな状態で消費が増えるはずがない。だから景気は低迷したままです。最初の1年ぐらいは良くなるかという期待感があったけれども、もう1年経った安倍政権スタートした1年後にはもうマイナス成長です。今安倍政権は消費税を 3% 引き上げた、そのために景気が悪くなっていると言い訳していますけれども、実際にはそうではないと私は思います。もっと根本的なところにある。アベノミクスが成果を上げていない。最近になって
じゃあ新しい三本の矢、国民が全体が元気になればいい、こういうことを言いました。国民総活躍社会です。私はこの言葉を聞いたときに、国家総動員令みたいな、そんな戦前の印象を受けました。もちろん一人一人の国民が幸せになる、これは政治の目指すところです。私たちはそのために、本来力のある一人一人の日本人がその持てる力をしっかり発揮できるように、その壁を取り除いていくことが政治の役割だと思っています。安倍さんは違うんです。国がこの道しかないと言って指し示して、そして国民がそう活躍できる社会を作るんだ、出生率が 1.8 の社会を実現するんだ。私たちは働く人たちが子育てしながら働くことができる、そういった環境をしっかり整え、仕事と家庭の両立のその壁を取り除くことによって、結果的に出生率が上がっていく、それが政治だと思ってます。 1.8 ありき、これを実現するんだ。その実現の手段は具体的にはよく分かりませんが、これじゃ産めよう増やせようと変わらないじゃありませんか。国がそういった一定の価値観を持って国民を指し示して、この道しかないという、そういう息苦しい社会に私たちはしたくない。一人一人の国民を持っている力を発揮できる、そういう社会、そのために壁を取り除いていくのが私たち政治の役割だと思っている。見方が180度違うんです。どうかそういった私たちの見方ご理解ください。そして私たちに力をください。与党と野党、お互い切磋琢磨して、そしてお互いに尊重し合って、話し合いもして、お互い妥協は見出していく、そういう政治に戻していこうじゃありませんか。そして場合によっては失敗すれば政権は変わる、そういう政治に戻すことによって、もっともっと政党は、政治家は国民の方を向くと思います。どうか大事な時期を日本は迎えています。平和について言えば、先ほど申し上げたように大きな分かれ道なんです。今憲法の平和主義をしっかり守り抜いていく、そういう日本なのか、海外で自由に武力行使ができる、そういう社会を目指していくのか、そのことの判断は皆さん一人一人にかかっています。どうか私たち民主党を中心とする野党勢力にしっかりと皆さんのご支援をいただきたい。まずは来年の参議院選挙、水岡さん、今まで11年間真摯に参議院議員として教育はじめさまざまな問題に取り組み、勢力を上げてこられました。もう兵庫の皆さんは、神戸の皆さんは、皆さんご存知の通りであります。こういったしっかりとした真面目な政治家を皆さんの力で選んでいただいて、さらに仕事をさせていただきたいと思います。そして横畑さんのような若い衆議院候補ですけれども、こういった政治家をぜひ皆さんの力で育てていただきたいと思います。私たち民主党、いろんな反省もしながら、そして他の野党とも、志を同じくする野党とはしっかり協力をしながら、この兵庫県を、そして日本をより良くしていきたいと思います。どうか皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。民主党の岡田克也代表からの皆様への訴えでございました。確かに今日岡田克也が皆様と握手をさせていただき、ご挨拶に回らせていただいております。どうぞこのセンター街の入り口、岡田克也民主党代表が皆様に、本日は民主党の岡田克也代表を迎え、そして北の参議院選挙に向けて準備を進めております。奥の方に入られましたけれども、衆院選の時は候補者調整で直前の内定取り消しということになっておりました、はい、公認取り消しですね、はい、まあ、今後の参院選に関して候補者調整、野党共闘どう考えておられるんでしょうか。野党共闘は重要ですね。ですから、まあ、特に一人区で野党が候補者を立て合って、まあ、与党を離してしまうということはないようにしたいと思います。そのために、まあ、各党と党首会談など今開いて、
お互い情報交換し調整していこうと、まあ、そういう話をしているところです。まだ県内でも候補者すべて立っているわけではありませんけれども、衆議院ね、衆議院もそうなんですけれども、はいはい、その点に関しては代表どう考えておられますか。まあ、これからさらに擁立を進めていかなければなりませんが、その際に、まあ、他の野党とも相談をして、まあ、必要以上のバッティングがないようにしっかりと調整していきたいと思います。維新の党との協調についてはどう考えておられますか。まあ、維新の党は、まあ、今党の中で、まあ、2つに、2つというか分裂を、まあ、するという、まあ、そういうふうに予想されてますから、ちょっとその状況が安定するまであまり中のことは言わない方がいいというふうに思ってます。はい、ただ志同じ人たちはたくさんいるというふうに思っています。参院選がもう来年夏に控えています、はい、まあ、今日は演説でも衆院選もあるかもしれないと言われている中 です、ね。まあ、なかなかその候補支部長を立てられないというのは、まあ、そういう維新の党の方との調整とかそういうものもあってだと思いますけども、いつ頃までにですね、その衆議院のことですか。衆議院も含めてですね、はい、まあ、参議院は年内を一つの目処にして、はい、まあ、先日の常任幹事会でも2名擁立を決めました。まあ、順次、立てていきたいというふうに思っています。衆議院も同じです。公募すればかなりの人が手を挙げてくれる状態にはなっています。ただ、まあ、どうしても都市部に偏りがちなので、まあ、地方を中心に、さらに努力が必要だというふうに思っています。地元大丈夫ですか。どこの方、どうぞ。NHK の中です。軽減税率についてお伺いしたんですけど、菅長官がですね、その再来年の4月の引き上げの時に、まあ、軽減税率の導入を望ましいというのを発言されました。軽減税率の導入について代表どういうふうにご覧になりますか。まあ、我々は軽減税率の導入はさまざまな問題があるという立場です。給付付き税額控除、まあ、これをつまり簡単に言えば所得の少ない方にお返しをすると消費税相当分をですね、まあ、いうことを与党の時代から主張しているわけですね。まあ、複数税率の場合には、まあ、インボイス導入しないと、まあ、いろんな問題が出てくる。しかしインボイスの導入には中小企業の皆さんに大きな手間がかかるという、そういう根本問題をどう解決しようとしているのかって一向に答えが見えてこないので、まあ、本当にできるのかなと。まあ、とにかくやるということになるといろんな不正脱税が伴うような仕組みになってしまうかもしれない。それは税の公平性に反する。また具体的な案が示されていませんから、ぜひお示しをいただきたいと思います。現状ではその軽減税率の導入とはかなり困難、難しいということでしょうか。技術的に難しいと思いますね。経済界、特に中小企業者の皆さんはインボイス方式に反対ということは明確に言っておられて、じゃインボイスをやらないで軽減税率の導入っていうのは果たしてできるのか、具体的な答えは私聞いたことがありません。もうこれはずっとそういう根本的な問題があって、まあ、いろんな議論がされているわけですね。そこをすっ飛ばして、結論だけ言っても、まあ、そうするとかなりいい加減なものができてしまう可能性はありますね。すいません、共同通信についてはですが、はい、昨日厚生労働省の職員がですね、マイナンバーをめぐる事業で収賄容疑で逮捕されたんですけども、はい、他の、まあ、茨城の自治体であるとかでですね、マイナンバーをめぐるその情報漏洩とかが重なっているんですけども、改めてその、まあ、政府の手数マイナンバー導入について改めてお考えをお願いします。まあ、収賄はマイナンバーそのものに関わることではないので、まあ、おそらく専門家がいないので一人の人に、まあ、権力が集中しすぎたということだと思います。マイナンバーそのものに対してそれが問題だということでは話もないと思います。ただいろんな心配は当然出ています。まあ、情報が漏れてしまうのではないかということも言われています。我々は年金について、まあ、年金の漏洩があったと、漏れた年金があったということでマイナンバーの適用その部分は遅らせるということで、まあ、これは与党に修正をさせたわけですね。
まあ、これからもそういったプライバシーの保護など問題が起こらないようにしっかりとした対応を求めたいと思います。読売新聞です。ユネスコの南京大虐殺の文書の世界記憶遺産登録についてなんですが、政府与党の中で、ユネスコへの分担金の拠出を停止すべきだという声が、いろんなところに出ているんですけれども、代表も、登録自体は残念だったと先日おっしゃっていましたが、こうした考え方についてどのようにお考えでしょうか。まあ、なぜ登録に至ったのかということについてきちんと説明を求める、それが重要だと思いますね。まあ、その説明によっては我々の払った税金が有効に使われていない組織だということになりますから、分担金の問題も議論するということになるかもしれません。今あまりにも情報がない、いきなり南京の大学生に関する、まあ、登録がなされたということですから、説明をしっかり求めることが第一じゃないでしょうか。その上でどう対応するか考えた方がいいと思います。はい、話題変わるんですけど、先ほどのダウンミーティングで、うん、野田前総理がデモに安保に反対するデモにたびたび参加していたという話を披露されていましたけれども、それをお聞きになって代表ご自身が、まあ、参加をしていたというよりも状況を把握にされていたということでしょうね。一緒になってプラカードを上げたわけではないと思います。はい、お忍びでこう視察されたことについて代表ご自身と昨日お聞きになられて、やっぱり政治家だなと思いましたね。私も代表じゃなければ当然、まあ、プラカード抱えていたかもしれませんし、その後も様子は把握しに行ったと思いますけど、私は家内から聞きましたよ。そうだよ、はい、いいですか。はい、じゃあ終わります。